34歳歳女ででで先日ウィズでマッチングしして4歳下のカレー氏ができましたえどうすれば甘えることはできるでしょうか自分では甘えてるつもりですがもっと甘えてほしいと言われますわがままを言ってほしいというようなということなんですがあえっとねあの恋愛で相手から もっとわがまま言っていいんだよとか、わがまま言ってって言われた時って、本当に間に合受けたわがまま言ったらダメですからね。はい。わがまま言ってほしいっていうのは、頼ってほしいって意味なんですよ。そう。要するに、相手が自分に頼ってくれるのって嬉しいわけなんですよ。だから頼ってねって言ってるわけで、わがままを言ってほしいっていうわけではないんですよ。だから例えば一緒にご飯こういうところ行きたいねとか、こうしたいねとかっていうふうに、二人でしたいことを提案するのが正しいです。そう。で、ここで調子に乗って、 独り終わりなわがままばっかり言っちゃうとあの関係が破局するですねあの破壊されてしまうですね一つの原因になってしまうのでわがまま言っていいんだよって言われてストレートにわがままをですね言うやつっていうのはちょっと問題がありなんであのそれは間に受けなほうがいいと思いますよ